めっちゃ安いのにこんなに高性能。こんにちは、キャンプ道具紹介のうぽぽです。今回は2月22日12時から販売になるワークマンのテント徹底解説ということで、私キャンプ道具紹介のインスタグラマーとしてですね、ワークマンから発売される5つのテントについてどのテントがいいかまとめました。今回のおまけパートではワークマン店員さんに聞いためちゃめちゃ売れてる商品をサクッとご紹介します。くそー、テント売り切れで買えなかった、悔しくてワークマンで衝動買いしたいぜという方、ぜひ最後までご覧ください。今緊急で撮っているのでテロップがないのですがご了承ください。今回5つのテントをご紹介するんですけれども、それぞれ特徴がどんな人におすすめなのかまでご説明できればと思います。製品の大きさや実際立てておられる動画はワークマンアンバサダーの方にお任せするとして、私はどのテントを選んだらいいかわからないよって方にサクッとご紹介します。それでは1つ目がこちら、ベーシックドームテント1人用。一言で表すとザ・オーソドックスのテント。ソロキャンプ始めてみたいけど道具揃えるのお金いるしなという方はこのテントがおすすめですね。なんとお値段総額の4,900円。あの安いで有名な鹿のマークのあのメーカーさんでも14,000円くらいはするので、圧倒的な安さじゃないでしょうか。収納ポケットやランタン、吊るせるフックまでついてるのにこの価格すげーってなりますよね。そしてそしてすごいのがキャノピーポールと言われるテントの前の部分を上げるものまでついてます。いや、それなのに4900円ってすごい安いですよね。おいおい、ウーポポさん、テントが安いから雨とかに弱いんじゃないの？私もそう思ってました。でも調べてみるとフライシートと呼ばれる屋根に当たる部分は2000ミリの耐水圧があるんですよ。2000ミリ耐水圧？そんなよくわからない単語並べて説得しようとしてるだろう。大丈夫です、僕もわからなかったんですが、耐水圧っていうのはテントの中でめちゃめちゃ大事で、吉野家でいう大盛りのご飯の重量ぐらい大事ですので、ぜひ今日覚えて帰ってください。耐水圧は数字が高ければ高いほど水を弾きます。ただこの耐水圧の数字がめちゃめちゃ高いとテントの中の空気中の水分が外に出ていかないので、この耐水圧の数字っていうのが絶妙な数字がいいんですよね。ちなみに皆さんの持っておられる傘の耐水圧が500ミリぐらいですね。ということでこのワークマンさんのテントの2000ミリというと大体の雨には耐えられます。ただ台風とかになってくると厳しいですよね。てか、あの台風クラスの雨でキャンプは絶対やめてください。2000ミリ以上の耐水圧が高すぎるテントは雨などの心配がなくなるんですけれども、逆にですね、通気性が悪くなるので夏は暑くなりすぎてテントの中にいるのが辛くなっちゃいます。ですのでこの2000ミリという数字はもうちょうどいいんですよ。そしてこのテントはダブルウォールと呼ばれる2枚壁なので、結露と呼ばれる水滴が発生しにくいと思います。水筒が二重になっているので外側が濡れてないのと同じですよね。あとこのテント色がめちゃめちゃ豪華なんですよ。このグリーン、ネイビー、迷彩、この3つはキャンプ系 YouTuber の福さんが開発協力しておりますし、キャメル、コヨーテ、ブラウンはキャンプブロガー兼 YouTuber であるちょっとキャンプ行ってくるのサリーさんが開発協力されてますね。このレッドは旅するようにキャンプするゆるキャン旅キャンパーのユーミョーさんが開発協力されてますね。とかなり豪華なアンバサダーですよね。どうですかね皆さん、安いのに良さげですよね。続いて2つ目のテントはこちら、ミシックドームテント AG 一人用。価格7,800円。このテント一言で言うと軽くて虫が来ないテント。特徴は細長いソロテントで汚れが落ちやすい機能を持つディアマジックダイレクト、さらに虫をつきにくくするディアガード仕様になってますと。いや、もうディアディア言いすぎてカタカナ無理って私も思いましたけど、まあ結局すごいってことですね。まずこのディアガードは虫がくっついても離れていきやすい加工をしたもので、メッシュ部分に加工がしてあります。このメッシュ部分に蚊が止まろうもんならすぐに離れていきますよね。自慢話をする上司のすぐ近くにいる部下くらいすぐ離れます。いや、すいません、あのワークマンさんのテントを変な上司に例えてすいませんでした。あと撥水がすごいってことですよね。皆さん知ってるかわからないんですけれども、ワークマン女子が流行った時に過激ファッションショーっていうのが行われてまして、あ、すいません、あの男性の皆さんが想像する過激とはちょっと違います。この過激ファッションショーっていうのが大雨の中でワークマンの服を着ても大丈夫だよ私っていうファッションショーがあったんですよ。
その服に使われていたのがこのディアマジックダイレクトなんです。もうすんごい撥水で、もう赤ちゃんの肌ぐらい弾きます。もうごめんなさい、それ以上ですね。このテントは色はカーキ、バーガンディ、カフェオレと3色展開で、なかなかおしゃれな色ですよね。もう女子ソロキャンプしなさいってなりますよね。もう娘が大きくなったらこのテント買ってあげようと思います。このテント外側の素材なんですけれども、ナイロンだからめちゃめちゃ軽いんですよ。その重さ2キロですよ。それでナイロン自体素材って結構いいお値段するんですけれども、お値段がかなり抑えられていて、これワークマンさんの企業努力感じますよね。このナイロンなんですけれども、注意が必要なのは熱に弱いので、テントのすぐ近くで焚き火すると火の粉が飛んで穴が開いちゃいますので、焚き火大好きでも何でも燃やしちゃいたいっていうこの真面目な放火魔の方はテントが燃えないように注意してください。続いて3つ目はミシックドームテント FT1 人用、価格8800円。このテントの形は先ほど紹介したテントと全く同じ大きさなんですけれども、外側のシートが防油加工のディアフレームテクトというのを使ってます。もう防油加工って意味わからないですよね。僕もわからないです。調べてみると、この防油加工ディアフレームテクトは三菱商事ファッションさんが開発したすんごい技術で加工してるってことです。焚き火の火の粉って、通常のポリエステルは焚き火の火の粉が当たったら縮むというか穴が開くじゃないですか。このディアフレームテクトはポリエステルなのに火に強いテントって、これまさに革命だと私思ってます。カラーはブラウンとイエローの2色展開です。続いて4つ目、ミシックツーリングテント AG1 人用、9800円。このテントはバイクツーリング用のテントですね。何が違うのかっていうと、収納時の長さが先ほどご紹介したテントは55センチなのに対して、このテントはバイクの後ろに積みやすいように13センチ短い42センチになっております。あと先ほどご紹介したディアマジックダイレクト、あの汚れが落ちやすいやつですね。あとディアガード、虫にも強いっていうあの加工がされていて、重さも 2.3 キロとかなり軽いのでバイク向けですよね。カラーはブラックとブルーの2色展開です。最後一つテントをご紹介しますが、このテント紹介の後におまけパートではワークマンさんの店員に聞いためちゃめちゃ売れてる商品をサクッとご紹介します。そして私からのお願いをしますと、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後5つ目のテントはこちら、ワイドミシックドームテント AG 4人用、17,800円。17,800円が高って思った方、これめちゃめちゃ安いんですよ。今まで1万円以下のテントだったんで、17,800円高って思った方は、駄菓子屋さんで売っているネルネルネールネって高っていう感覚になったかと思いますが、この形のテントは多分普通4万ぐらいするんちゃいますかね。それが17,800円、安すぎますよね。今までご紹介した4つのテントはソロテントなんで、このテントだけが4人用とファミリー仕様ですね。こちらもメッシュ部分に虫を寄せ付けない加工がされてるんで、キャンプデビューしたい方は、なんかこのテント虫が来へんらしいでって奥さんにドヤ顔で言って買っちゃいましょう。形もシンプルなドーム型ですね。このドーム型がシンプルなんですけれども、風に強くてベーシックなんですけど、めちゃめちゃいいテントなんですよ。あと前室と呼ばれる靴を脱ぐスペースがあるのもいいですよね。ファミリーでこの前室がないテントだと、子供たちが靴をパーンって脱いじゃって、そのまま朝を迎えると、例えば急な雨や朝露とかで濡れちゃうんで、この前室があるテントはファミリーにはめちゃめちゃ最高ですね。ファミリーだともっと大きいあのツールームテントとかがいいと思われると思うんですけれども、私はこのドーム型とタープの組み合わせが最強だと思ってます。基本子供って外で遊ぶじゃないですか。その子供を大人は外で見るんで、基本テントの中には寝る時以外入らないんですよ。なのでドーム型とタープは私は最強だと思います。それではお待たせしました、今回のおまけパートです。ワークマンさんの店員さんに聞いためちゃめちゃ売れてる商品はこちら、エアロストレッチクライミングパンツです。これも防虫加工されてるみたいなんですけど、このエアロストレッチクライミングパンツ、
私も持ってます。誰が興味あんねん。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。買えた方、コメント欄で教えてください。